パス成功。大阪ガス、ここでプレイアクションパス。クォーターバック11番プレイアクションからワイドレシーバー16番にパスを通しまして約7ヤードのゲインとしています。パスを投じましたクォーターバック11番は田島、桃山学院大学出身。取りましたワイドレシーバー16番は内田、九州産業大学出身。大阪ガスサードダウン3。さあここでクォーターバックパスを投じようとしましたがプレッシャーからスクランブル。しかしこの判断よく攻撃権更新としました。大阪ガスファースター、失礼しました、クォーターバックは17番の選手が入っておりました。大阪ガスこの17番の活躍により攻撃権更新となっています。ここで負傷者発生によるレフェリータイムアウトが入ります。現在試合は磯のスーパースターズ7点、大阪府警シールズ0点、その差ワンタッチダウン差という形で推移しております。現時点のままであれば磯の勝利という形になりますが、その差はワンタッチダウン。大阪府警にそのビッグプレーが発生した場合には状況は一変します。まだお互いに予断許さぬ状況でのこの最終クォーターの攻防、ぜひご注目ください。さあ試合再開となります。大阪府警自陣34ヤードからファーストダウン10。パス成功、ナイスパスカット。クォーターバック17番ここで左に流れながらロングパス、ターゲットは18番でしたがこれを磯のスーパースターズ3番が見事なパスカットをしまして、パス不成功としました。素晴らしいパスカットを決めましたのは磯のスーパースターズ3番松井、鳥取大学出身。大阪府警自陣34ヤードからセカンドダウン10。クォーターバック17番ここでパスを投じようと左に迂回しましたが、この時に磯のスーパースターズ26番が猛襲し QB サック、パスを投じる前に倒しました。これにより約10ヤードロスとしています。素晴らしい QB サック決めましたのは磯のスーパースターズ26番佐藤、中京大学出身のルーキーです。大阪府警サードダウン20の状況に入ります。パス不成功。大阪府警果敢にも再びロングパス、ターゲット18番、しかしこれも磯の71番あわやインターセプトという見事なパスカバーによりパス不成功となりました。フォースダウンになります。パスカバーしましたのは磯のスーパースターズ71番井川、金沢大学出身のルーキープレイヤー。
大阪府警フォースダウンロングパントフォーメーションを選択します。さあ磯野、これをリターン試みます。リターナーは19番、抜けていく、タッチダウン。リターナー19番、このパントを処理し左オープンに展開、相手のラッシュをかわす、一気に左オープンを展開、エンドゾーンに飛び込んでタッチダウン。磯野、このパントリターンタッチダウンにより6点獲得となりました。素晴らしいパントリターンタッチダウンを決めたのは磯野スーパースターズ19番五十嵐、東北大学出身のルーキーです。しかしこのトライフォーポイントは失敗となりまして6点止まり、磯野スーパースターズ13点、大阪府警シールズ0点。しかしこれによりまして磯野リードを広げました。さあそして試合は磯野スーパースターズのキックオフで試合再開となります。大阪府警、この反撃のドライブを成就することができるでしょうか。大阪府警リターンに入ります。このリターン力、大阪府警陣35ヤード付近からの攻撃となります。しかしここでフィールドにイエローフラッグ、反則が発生しているシグナルがあります。キッキングチームのオフサイド、ボールを蹴り出す前にボールより前に侵入しました。この場合の反則はいずれかの方いろいろな形で施行されますが、大阪府警、ボールが止まった地点から5ヤード進んだ地点での攻撃としました。大阪府警従いまして自陣41ヤードからのファーストダウン点となります。大阪府警自陣41ヤードからファーストダウン点、パス不成功。クォーターバック17番ハンドオフ、上から右オープンへのブーツレック、そこからワイドレシーバー16番へのパスでしたが、このパスはわずかにショートし、パス不成功に終わっています。パス失敗により元の地点からの攻撃となります。大阪府警自陣41ヤードからセカンドダウン10。さあ今度はランプレーによる突破を試みました。しかしこれは磯野ディフェンスライン陣が猛襲し、このランプレーノーゲインとしました。さあ大阪府警自陣41ヤードの地点からのサードダウン10の状況となります。
クォーターバック17番、パスを投じると見せかけ、その裏を突くように QB ドロー、自らの突破をかけました。しかし、この時にブロッカーとのコミュニケーション合わず、ゲイン3ヤードにとどまっています。大阪府警、フォースダウンの状況に入りました。大阪府警フォースダウン7、パントフォーメーションを選択します。ボールオンは自陣44ヤード。磯野リターンに入ります。リターナーは19番。このリターンは磯野陣40ヤード付近でボールデッドとなり、この一連の攻守交代となります。攻守変わりまして、磯野自陣41ヤードからファーストダウン10。さあ中央へのランプレー、ランニングバック22番、味方ブロッカーを生かしながら約9ヤードのゲインとしています。ここからは時間をかけた攻防が始まります。アメリカンフットボールはボールを持った選手が中で倒れた場合は時計が回り続けます。逆に前パスの失敗、ボールを持った選手が外で出た場合は時計が止まります。この時間の駆け引きもここから入ります。さあそして中央のランプレーで磯野ファーストダウンとしました。ランニングバック25番、オフェンスラインのスピアを抜けて攻撃権更新です。磯野ファーストダウン。磯野相手陣44ヤードからファーストダウン10の状況に入ります。パス成功。クォーターバック18番、最初のターゲットはカバーされましたが、ワイドレシーバー15番にパスを通し、約4ヤードのゲイン。ボールを持った選手が中で倒れたため、時計が回り続けます。パスを取りましたワイドレシーバー15番は伊藤、北海道大学出身。磯野セカンドダウン6。磯野ファースター。ランニングバック22番、ハンドオフを受けて右オープンに展開、相手ディフェンスをすり抜け攻撃権更新です。ファースター、これにより攻撃権更新となります。チェーンの位置が再セットされ、時計が回り始めました。磯野相手陣33ヤードからファーストダウン10。試合時間まもなく残り3分を切ります。これは大阪府警ナイスディフェンス。再びランプレーにより左オープン展開を図りましたが、これは大阪府警65番が見事なチャージをし、約2ヤードロスとしています。タックルしましたのは大阪府警65番の節田
近畿大学の出身のプレーヤー。しかし中で倒れたため時計が回り続けます。磯野、相手陣35ヤードからセカンドダウン12。さあここで中央へのランプレー、キャリア21番相手タックルをすり抜け、見事なスピンムーブで約7ヤードのゲインとしています。そして中で倒れているため時計が回り続けます。試合時間残り1分40秒を切ります。磯野、相手陣27ヤードからサードダウン4。ナイスラン、ファーストラン。何枠25番ハンドオフを受けて右オープンを展開、攻撃権更新としました。磯野ファーストラン。その相手陣14ヤードからファーストダウン10。試合時間残り1分を切りました。磯野、着実にボールコントロールオフェンス、タイムコントロールをしております。さあランニング枠22番に中央へのランプレーを敢行させました。ゲインは約6ヤード。ここでホイッスル。磯野、ここで後半1回目のタイムアウトを取りました。試合時間残り31秒となっています。状況的に磯野、この残り時間を使いまして陣地いいことを生かし得点を狙う模様です。タイムアウトを解けまして試合再開となります。試合時間残り31秒。磯野、相手陣9ヤードからセカンドダウン4。なんと磯野、これをワンプレーでタッチダウンとしました。なにわく25番ハンドオフから左オープン展開、大阪府警のディフェンス陣殺到する中これを見事にかわしエンドゾーン飛び込んでタッチダウン。磯野スーパースターズ6点獲得。見事なタッチダウンを決めましたのは磯野スーパースターズ25番宮部、北海道大学出身のプレイヤーです。そしてこのキック決まりまして磯野スーパースターズ20点、大阪府警シールズ0点となりました。
試合時間残り19秒で磯のスーパースターズキックオフにより試合再開となります。大阪府警リターン、ここでボールをファンブル、素晴らしいタックルので大阪府警リターンはボールをファンブルしました。そしてそのファンブルを抑えたのは磯野、従いまして磯野の攻撃となります。キックオフのボールはキックオフ地点から10ヤード進めばどちらが抑えても構いません。また先ほどはリターンチームが一旦触れておりましたので、このボールはもちろんキックチームにもその所有権があります。磯野これによりまして再び攻撃権を得ました。ボールオン相手陣20ヤードから磯野ファーストダウン10、試合時間残り11秒となっています。2ラウン時計を回します。磯野ここは攻撃をしません。そのまま時間の消化を狙います。ここで試合時間長くなりました。試合終了となりまして、磯野スーパースターズ20点、大阪府警シールズ0点で磯野スーパースターズの勝利となりました。この3シーズン試合ができない時期が続きました。ようやくの形で復帰しまして、今シーズン素晴らしい戦いを見せました。優勝候補の一角である磯野スーパースターズをあわやというところに追い込む見事な戦いぶりは素晴らしかったと思います。ナイスゲームでした。そして磯野はこれによりまして全勝を確保しました。優勝争いの筆頭のそして素晴らしい戦いを見せてくれましたことを大変ありがたく思います。ナイスゲームでした。応援ありがとうございました。大阪府警素晴らしい戦いでした。ナイスゲームでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこで評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたらしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに最後まで挑み切ることができなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。
そして次へと進む、この物語の続きを楽しみにしつつ、本日の配信は終わらせていただきます。本日の配信は X3 全ウエスト全13チームの協賛企画により、全てのチームおよび今画面に映し出されたさまざまな方々のご厚情をもちまして、この配信は実現いたしました。これによりまして、この会場に来られない方々、遠方地にあり、また海外に赴任されている方々、そして病床にあり出歩くことすらままならない方々にも、この配信、この試合を ご覧いただくことができることになりました。皆様のご厚情を大変ありがたく思います。この企画は現在も継続させていただいております。この配信の説明概要欄にその申し込みのショッピングカートの URL ございますので、そのいいございます方はぜひご協力をお願いいたします。その配信を本日担当させていただきましたのは、私道楽屋リチャでした。それでは失礼いたします。